よ。座って座って。飲んでるのかって。こういうところなら飲むのは当たり前じゃない。麦酒は最高。ラブラブラブ。え、服がはだけてますよって。硬いこと言わないの。ヘロモンじゃないんだし。ほらほら、君も飲もう。あって2000年か。ならジュースでもいいから。嫌なことなんて二人で忘れちゃおう。おりゃ、それは。飲まなきゃやってられないわよ。だってこの街、最近やけにカップルばっかりなんだもの。街を歩いてもナンパ目的のチャラ男にしか話しかけられないし。私だって一人が寂しい夜ぐらいあるわよ。素敵な彼氏がいたらなーって思うこともあるわよ。素敵な王子様を未だに夢見てるわよ。でもそんなのどこにも現れないじゃない。そしたらもう飲むしかないじゃない。私に優しくしてくれるのなんて君だけだよ。何が女子力だ。好きなように飲ませろ。私なんて潰れるまで飲んでも一度もお持ち帰られたことなんてないですよ。だいたい毎回路上に放置。私もお持ち帰りされた。お持ち帰りお願いします。ワニ。 お持ち帰られてるやつは誰だ。いや、うちのサンドイッチだけど。家に帰って食べようかと。あなたは。あれ、私、そのねえ、まろ。また潰れるまで飲んで。君、このお客さんの知り合い？悪いんだけど、持って帰ってもらえない？ここは？私の部屋？あれ？君？もしかしてだけど、私また飲みすぎちゃってた？ああ、そうなんだ。またやっちゃったよ。恥ずかしいとこ見せちゃった。外ではできるだけ仕事のできる素敵なお姉さんで通そうと思ってたのに。君もきっと幻滅したよね。私のことは嫌いになっちゃった？え？意外な一面を見られて嬉しいって。本当？よかった。君って本当に優しいんだね。ありがとう。今日は失敗しちゃったな。まさか潰れてあの子に部屋までお持ち帰りされちゃうなんて。え？待って、持ち帰り？え？私生まれて初めてお持ち帰りされたんじゃ。
初めてのお持ち帰り。